これは18世紀に活躍したドイツの劇作家フリードリッシュラーの戯曲ドン・カルロスを深作健太の演出で立ち上げるもの。16世紀のスペインを舞台に、スペインの王子ドン・カルロスとフランス王女エリザベート、カルロスの父スペイン王フェリペ2世の物語が描かれる。開幕に際し、北川は無事に初日を迎え、舞台上で演じられることを嬉しく思います。前回の火の顔に続き2度目のドイツ戯曲ということで、主演としてこの戯曲の良さを感激された方に考えるきっかけを与えられたらなと思いますとコメントし、普段時代劇やドイツ戯曲に触れる機会がない方もぜひ劇場まで足を運んでくださると幸いですと観客にメッセージを送った。元作には北川のほか相原美香、七味真由味、小田龍也、宮地大輔、新野直孝が出演。火の国屋ホール公演は11月23日まで行われ、京都、京都劇場公演が26日から28日まで行われる。無事に初日を迎え、舞台上で演じられることを嬉しく思います。前回の火の顔に続き、2度目のドイツ戯曲ということで、主演としてこの戯曲の良さを感激された方に考えるきっかけを与えられたらなと思います。僕の演じるカルロスはスペインの王子ですが、年齢が僕と変わりません。なので、役を作り込みすぎず、自然体で演じることを心がけています。時代劇となると、難しそうなイメージを持たれると思いますが、台本や演出も現代に直されているので、この作品を楽しんでいただけると思います。普段、時代劇やドイツ戯曲に触れる機会がない方も、ぜひ劇場まで足を運んでくださると幸いです。